続いて <coughs> ラジオネーム <coughs> ファイティング坊主、はい、おばあちゃんのエピソードです出たババアイスコーブン私の祖母は実家で猫を飼っているのですが最悪あまり祖母には懐いておらず私たちがたまに顔を出すとすぐ近づいてきて体を寄せてくるのでだあなたも私に早く死んでほしいのね残念ねあなたには1ミリも遺産あげないからと猫に向かってひすって言いました さすがに驚きました <laughs> <laughs> これなんかこだ孫とか息子に言ってる感じしたけど猫に向かって,って、ね、猫に言ったんだ継続しないぞっていうことなの、ね、そう猫には遺産はあげないぞげませんよ猫にそんな権利もないしねもう育てませんよってことなのこのパターンもおばあちゃんのパターンもありますねあなたも私に早く知ってほしいの 持ってなんだよみんなに死ねと思われてるっていう概念がまずあって怖いわまずその前提があるからねはあで猫も私のこと死んでほしいと思ってるんだっていうやっぱこうネガティブというか、うん、卑屈になっちゃうんだろうねどっかでねそうねそれをやっぱ緩和していかなきゃだからやっぱ健康に生きようって思うんだよななるほどな運動しようとか精神の精神メンタルを保とうってやっぱ思うんだよねはいはい、はい、確かにねうん こういう感じのやつです。皆さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。反響があったおかげでね。色々と来たんですけど、はい、まあ今後はね。うん、あの応用編というか。 まあ事前に未然に防いでいくことも必要だと私は思ってまして必須酵分はいはい、はい、これ言ったら公開されるんじゃないか常にそういう脳みそで動くことによって回避できるんですよ私はもう実家にいた後半から「うん、あこれこういう酵分出そうだからやめよう」とか「全然違う話しよう」とか、うんね、で回避できてたんです、ね、はいはい、はい、なんでそのこういう場合はこういう必須酵分が来るっていう応用の能力をつけないと乗り切れないよ ハキンってなるこっからは空気金ってなるからずっと実例ばっかりもらってて甘えてたら、うんうん、お前が何かあった時に何も助かんないよこ。やだわ <laughs> かる夕食でテレビ夕食ねんかテレビ見ながら食ってる時とか、ね、決してテレビこ。こ今話してるよねこ<わ>そんなに大事つ アマタツの天気がそんな大事アマタツの天気だいぶ早い時間から飯食ってん <laughs> そんな大事決しては、うん、ごめんなさいそんなにアマタツ大事なアマタツさんとこの困難なさいよああこれ出たみたいなことなんですよく言ってくるこのパターンねだからちょっと未然に防ぐためにも皆さんからはまるまるの時のお母さん必須公文、はい、というのも募集したいと思います